はい、ひとつきまさしみです。本日はですね小島敏郎さん、えー、小池百合子さんの元側近の方が、えー、外国人記者クラブで記者会見を開いたんですよね。で、えー、じゃあ一体何を出したのかっていうことなんですけどもこの小池百合子の学歴詐称疑惑というのがずっとあるんですが。 まあ2020年の段階で、えーまあ、これねすごく盛り上がったあの話なんですけどもカイロ大学小池さんが卒業してる大学がですねカイロ大学が卒業をね、えー、声明を出したとね小池は卒業しとるで」っていうふうに、まあ、声明を出したので、まあ、これでもう一見落着と思いきや、えー、元側近の小島敏郎さんが実はですねこのカイロ大学の,、まあ、あの声明文を 作った人がいてそれはカイロ大学の人間でもなくエジプト大使館の人間でもなく日本人の、えー、ジャーナリストの A さんという人が作り小池さんがそれを手配してカイロ大学の声明かのようにエジプト大使館にアップさせたというですね まあ言ってみりゃカイロ大学卒業という嘘が最初にあってでその嘘を誠にするためにさらに嘘をついてで今回それを、えー、さらに、えー、っと嘘をばれてしまったのでこれはさらにいやこれは嘘じゃないんだというふうにまた大きな嘘を小池百合子はつくんだろうとでそういうようなバトルが。 こう勃発しております。で、今回出たのがですね。このメール現物というのででこのね。あの小池都知事に対してですね。まるまるさんと電話で相談しました。添付ファイルをご覧ください。えー、添付ファイルというのはこの先ほどのですね。おそらくこのこれなんですよで。 これに対して、えー、いただいた招待状で十分かと思います。裏取りするのは記者の仕事です。写しを渡してもよいと思います。手紙を相手の了承を得ずに公表するのは礼儀に反しますのでカイロ大学エジプト大使の了解を得るのが良いかと思います。一応の断りはうんぬんかんぬんっていうのがまあ小池さんのまああの,、うん、あのに送られている、まあ、メール なんですよね小池さんにも小島さんが送っているという感じなんですけど、まあ、要はあの隠蔽工作に私も加担してしまいましたと知らん間に、ね、ごめんなさいっていう懺悔とだ小池知事は、まあ、外国に握られとるぞとこれ大丈夫かとえどういうことかというとですねカイロ大学にはですね150億円から300億円くらいですねあの日本からお金が行ってるんですよ。 でこの2016年までに ODA、無償援助、別に金を上げること、エジプトに上げることがだたい1500億円ぐらいいってるんですけど、うち132億円くらいがですね2016年まででカイロ大学に行ってるんですよ。これ相当変な比率で、例えば日本が戦後復興しますっていうときに、例えば国連とかお金もらうとするじゃないですか。で、えー、1500億円もらいました、うち132億円が東京大学に行ってましたっつったらですね、どんだけ東京大学できい。<laughs> おかしいいややろっっていう話にやっぱなりなますよねでエジプトっていうのは、まあ、皆さんからするとピラミッドがあって歴史があって発展してる国ではなくってですね、まあ、スエズ運河の通行権以外はですね今のところもう結構経済破綻しかかってるぐらい大変なところになっていますからこんなところはカイロ大学のなんかところにそんな金やってるのおかしいじゃないかっていうことは小池都知事は この自分のついた嘘を見返りにするために政治工作で金を送ってんじゃないかとそんなお前外国に首っこをつかまれてるような人間が東京都知事で人気者の政治家やってるのは危険であるまあざっくり言うと小島さんが言いたいことは多分こういうことだと思うんですけどじゃあこのねあの記者会見で、えー、マスコミがね「わーなんてすごいことを言うんだ小島さんと」とこれはすぐに。 あの取材をして頑張らなければならないと言うとですね。全然反応。しなんなん？これっていうことで、このマスコミのクズさ加減も含めて小池百合子という人間についてですね。今日も東京大学元教授の安冨さんと話をしたいと思います。やすみさん、よろしくお願いします。はい、どうも。いや、小島さん、結構気合入った顔つきで頑張ってますね。これうん、なかなか。もう普通こんなん出たらね。 政治家終わりやろっていう感じはするんやけどなんか小池百合子はあの普通に乙武さんの応援をあれ怖いですねニコニコしながらニコニコしながらやってますはいだか大丈夫マジ怖いなぁと思うんかあのすごいこの乙武さんに餌付けしてる感が怖いいやなんか と失礼ながら、まあ仕方ないんですけどね。あのー、で、でも、その小池さんがやる必要ないやん。なんか、すごい。あと、その、ちょっと後ろに人いてはるやんか。<ー>か<い>さあ、ど、あの、乙武、私のために働くのよ、みたいな。<laughs> これが。で、この乙武さんね、応援をこう、小池さんにしてもらって。 えー、いろいろやっぱやじが飛んだわけですよ乙武さん乙武さんでねいろいろあ,のありましたからで小池,小池さんからあの学んだことは何ですかやじには押収しないことを学びましたと。<coughs> あそこかっていうねあのえっと押収してありましたよでいやだから押収しちゃダメなんだなっていうことを学びましたと。 ああいうやじがねお「おめえ不倫男じゃないか」とかあとあの「小池のことどう考えてるんだ」とかっていうふうに言われても無視して「ニカニカニカ」ってしてたら「うん、OK!」。そしたら「そういうことを小池恵梨子から学びました」って。 うん、学びましたって言ってたけど、うん、反応して「うん、こんな人たち!」って「こんな人たちに!」って書いて言って,言って,言ってもう炎上してましたけど、ね、はいあのー、そのまあお前安倍晋三会っていうね <laughs> そうそう安倍晋三に学んどんかいという感じなんですけど <laughs> まあこの小池百合子という存在がね普通だったらこのカイロ大学の卒業に関するええー、まあこの声明ねこう卒業してますよっていうこと自体が 小池百合子の自作自演の可能性ありっていうことをこういうふうにメールの物証元側近が告発。いや普通は終わりやで終わりやで。何を まあ一応何というふうに言っているかというと、ですねこれ、スポニチの記事によると、4月の17日、これ、撮ってるのも4月の17日なんですけども、15時ぐらいに記者会見があったみたいで、小島敏郎さん、元環境、えー、長の役人で、えー、かなり優秀な方なんですが、えー、私は図らずも、小池知事の学歴詐称隠蔽工作に加担してしまいました。 小池知事は日本人女性で初めてカイロ大学を主席で卒業したと称しましたが20年の再選のタイミングで都議会で学歴詐称疑惑が追及され5月発刊、女帝小池栄子が拍車をかけ再選を目指していた彼女は窮地に陥りましたというふうにこう言って声明は大学当局が意思を持って出されたものと認識していると小池さんはまあ言っているんだけども残念ながらそれは違うんですよと。 それはもう嘘なんですよっていうことをまあ繰り返し述べられていると、うん、まあこういうことをですねなんかずっともう小池さんは選挙の度に蒸し返され続けていて。うん で、それで嘘で塗り固めて、嘘で塗り固めて、で、今のところ小池さんが自信満々なのは、カイロ大学含めてエジプト政府に鼻薬いっぱいまあ、それ、我々の税金から払われてるんですけど、うん、えー、それ払ってるから大丈夫、ええっ,っていう、うん、こういう状況で、それは言ってみりゃ弱み握られてるのもんじゃないですか。うん、いや、もんって握られてますよね。そう、それはだから、東京都民の税金が。 どん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 、うん、外国に税金も含めて行ってるわけですよ嫌、うん、や,やんそんななんかあの全員を9人連れてカイロ大学に行く旅費で1200万だったらとかそれぐらいかかったりとか、うんうん、エジプトへの旅行そんなお金かからんと思うけど いや、全員ファーストグルーです。ああ、すごいね。いビジネスか。全員ビジネスから。うん、全員ビジネスか、うんあの。ビジネスって、まず、あ、質問かけ出したそんなもんですよね。うん。九人、10人も行ったらさ。確かに。うん。一人五十万でも五百万。5う,う,うんうん。で、宿泊とか入れて、なんやかんやったら、さに200万くらいで行きますわね。うん。あんさんなぞろぞろ連れていくの怖いな でこのそのこのメールの内容がね、あの文慶春秋の方に出てきたじゃないでそれだけでも結構、ええー、って感じでしたけど、うん、こ,うこのこれ見るとやっぱりちょっとマジやべえなって感じですよね。なんか、こんなやつ、<の>都知事にしてたあかんやろって。ま思いわないかな 本ペンプは、証明と証明書の大学、大使館翻訳と、学長からの章で、あ、これはなんかあれか、証明のね。ああ、なるほど、やりとりとか。うん、だから、証明、卒業証明付き、回路代が、回路代学長や関係政府当局がどのような書類が必要か確認をお願いします。まあ、手先はどうしますか、大使宛て 私はって、内容はご教科くださいでどういう文章を出させたらいいやっていうことを聞いているんだけど、うん、小島さんは、えっ、ー、と、これ、誰々さんと電話で相談しましたと、添付、うん、ファイルをご覧、添付ファイルの,ところの上のやつですね、回廊大学卒業の権についてってやつで、うん。これは出てないんですよね、<laughs> まだ。うん、これってまだ出てないですね。で、これでいただいた招待状で、だからこのそのそ別にそう明、声明もう出さんでええんちゃうかという。うんうんうん このいただいた招,招待状ってやつを出しちゃいいんじゃないんですかっていうことだったけど、その招待状が実は怪しいんですよね、あれね。あのここに書いてありましたけど、うん、その、何月何日のえイベントに卒業生である、何年に入学して何年に卒業した小池さんに来てほしいですって書いてあるんですけど、なんでそんなことを招待状に書いてあんねんっていう、変な招待状で、しかも、そのイベントは開催された形跡がないっていう。うん、だから、この、 いただいた招待状ってやつも、実はなんか自作自演だったかもしれないっていうことが、うん、え文藝春秋の記事には書いて示唆されておりましたけどもでさらにですね、うん、あの弁護士 .com ニュースがですね結構詳細に出して,て、はい、あ、そうです。あ、それはそれはよかった。で、うんえー、これを見ていくと、ですねちらちらちらっとこうしていくでしょ。うん、うんはい 今後、A、氏も実名証言<おー> <laughs> マジかマジこれはね、A、この A さんの証言っていうのはね超ヤバいですよ、うん、なぜ超やばいかっていうと、えー、私文書偽装とか疑問所行使の罪に問われる場合には A さんもだから共犯者なんですよねそ<う>だからこの方無事で済まない方なんで。にもかかわらずなんと覚悟を持って。 うん、告発するのかすごいですねうん、うん、これはこれはすごいぞそうするとうん普通は <laughs> もう終わりです小池百合子だって普通は、ね、だって悪事を図、えー、らずとも悪事に加担してしまった小島さん、うん、でそして 実際に悪事に加担してる A さん二人が悪事をあのあいつの命令でされました、うん、って言って生会計理科ですで乗り切るのおおおええでで仮んですよ。 いやこれは私文書偽造であるということになって A さんが逮捕されました。うんうんまあ、逮捕されへんけどね。まあ、罪にね問われましたということで、うん、なっとするじゃないですか。でそれで小池恵梨子は「<laughs> 私は関係ありません」いや。だってこれん認めるわけがないよ、ねうんうん、で認めないとなるとどうしたらいいんですか、はい 認めないってなると、逮捕。逮捕になりますよ、だって。逮捕なる、やっぱり。うん、なるもん。小池百合子逮捕。もありえますよ。ありえますよね、認めないと逮捕して出さんへんもんね、うん、日本の警察。あの、あ、あ、あの、あの、懐かしいけど、三浦瑠麗さんの旦那さんね。そう。うん。うん、認めへんから、出てこれない。ね。あ、これも結構。 で a さん本当に出てきちゃうのええ、でか刑事告発をするっていう話もありましたから、うん、刑事告発してそれで動いたらこの A さんはえっとちょっと話を聞かせていただけますかってやつになるんですよね重要を参考人ってやつですうんうんうんでうんでそれで「はいやってますよ」っていうわけですよね いやーそれで、お前だけ逮捕して小池はなしだって。いや、そいや、それだ、逮捕されんやろ、そら。それはもうされないでしょ。うん、こうやって、ちゃんと自分で出し証拠も出してるしい、逃げ隠れするわけもないし。うん、だから、A さんは逮捕されないで、逃げ隠れする人だけ逮捕されたら。なんで小池逮捕もうありえますね。うん。で、保釈、保釈金を払ったら、釈放されるんですかね、日本でいや、もうされるよ。 そそそれそれそれ,それ,それ大丈夫ですただねあの一個前例がありまして、うん、東京五輪の、うんえー、団合や汚職問題でですねあ汚職の方かあの電通に賄賂払いましたってスーツの青木とかぬいぐるみ会社とかもういろんなところがですね「賄賂払いました賄賂払いました」って言ってるんですよ。うんうん、にもかかわらずですね電通はいつか全 ま電通は会えましたっつって証拠もあるのお金を払ってるうん、うん、ね電通だけ俺はやってない,っていう <laughs> でも, <laughs> でもそうそうこっちを通すでもこれはやってないって言ってる電通の人はやっぱ出てこれないんですかね出てこれないっちゅうかあの法人が訴えられてるのねあ法人がね法人は,は逮捕できない、うんうん、だけどでも粛々<の>、ね、と刑事裁判進んでって思う有罪になりますよ、うん、ついに小池恵子 逮捕お名は <laughs> どうするんでしょうね A、e、さんが突然、うん、小島さんが「いやなんかあの呼ぼうと思ったんですけど今日連絡取れなくて」とか「<laughs> いやいやちょっとなりかねえもん、ね、でなんか知らんけどあのスウェーズ運河で浮かんでました」とかって <laughs> <laughs> スウェーズ運河ま, <laughs> まで連れてくっちゃだけど東京湾あたりに沈んでましたっていう <laughs> 大丈夫これ まあ、でもそれはね置いといて小池百合子がいなくなった方がいい政治家。うんうん、まあ自民党にとってはいなくなった方がいいよねひっかき回してくるし。 うん、まあちょっと微妙なところですけどね、<も>小池さんがいたほうがいい人もいれば、いなくなったほうがいいけど。うん、それで、この毒まん食ってでも生き延びてやろうと思ってる奴もいるしね。でも、この毒まんは絶対食うほうがいいもう絶対にも <laughs> 絶対食うほうがいい絶対食うほうがいい,もう,うがい,いもうねもうもうもう、もう。毒まんじゅう、どこを食らうさらばだよとかって食ったつもりがここからブチ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 ャ<や>、ね、これいい<お>エイリアン、もう。どんなエイリアンなんで。 っかエリアンかっていう感じですよでそうすると、うん、なんか森喜朗ってめっちゃ守られてるじゃないですか五輪をは。はいはい、でも小池恵梨香は守られないってことになったら、うん、こう意外と証拠が出てきてでちゃんとまあ警,警視庁が動くのか知見特捜部が動くのか分からないけど、うん、動いたら。 あり得るんじゃなないかな、うん、これはちょっとちょっとねこの A さんが実名出てきたらちょっと話は変わってきますよねいやマジかこ,これが一番びっくりでしたびっくりですね<ー>うんもうちょっと細かくあの「A はイエス」って返答してるそう、えー、読んでおくとまあそもそも A さんって誰なのかっていう話なんですけど えっと、うん、小島敏郎さんではなくて A さんという人が実際にこのカイロ大学のこの証明この文書を作った人だとこう言われているんですよ。でこの人がだってまあ言うてディア偽造をしたっちゅうことになりますから。うんうん、で実際あのこの カイロ大学の声明の文案とこれ似てるでしょっていう,こう証拠も出されてるんですよ A 氏の原案とカイロ大学の声明文っていうのがあってですねでこの人があのもしまあ出てくんのが出てこうへんのかっていうところがすごく問題になっていてで小島さん何と言ってるかっていうと小池氏は当時、えー、小島氏は当時小池知事から送られてきたメールを示し実際は彼女が、えー 声明の作成に関わっている隠蔽工作に現職の知事が関わったことは重大な問題ですもし正式な手続きを経てカイロ大学を卒業しているのであればなぜ隠蔽工作をしていなければならなかったのでしょうかで、えー、また記者から声明文の原案を作成した A 氏が実名で証言するかどうかを問われ小島氏は答えはイエスと返答疑惑に,、えー、について今後さらに告発の動きがある。 おいやちょっとこれを嘘で乗り切るためにはもうあの, <laughs> ああの暗殺とかそういうあのー、まで、あ。もちろんさ、うん、補殺金積んで出てこれるで認めない、うん、ってなってで起訴されるでやったら判決が出るまで最高裁まで断念もかかるじゃないですか。うんうんうん その間、変の河童で選挙で続けんの。田中角栄か、お前はっていう。<laughs> うん、秋元司もそうです。秋元司あ、ちょっとか、格が違いすぎるし、誰も知らんやろ、秋元司なんて。<laughs> 秋元司、誰かっていうとですね、もうそのさっきの乙武さんのね。あの選挙に。に、うんえー。この東京十五区なんですけど、そこにもともと通ってたのは、この秋元司さんというですね。伊藤、うん、ね。うん、はい。 で、この人はなんとですね。絶賛刑事裁判中ならず、高裁で有罪判決出ましたね。でえー、この最高裁で争っている最中なんですけども、この人はですね。あの高裁で争っている最中であじゃ最高裁で争っている最中にもかかわらず、こうやって選挙に出てるんですよ。じで、何の罪なのかっちゅうとですね、うんえー、これがあの3月19日の。 毎日新聞なんですけども公職選挙法違反で起訴された柿沢美と被告の辞職に伴う衆院東京15区補欠選挙にカジノを含む統合型リゾート IR をめぐる汚職事件の一審で実刑となった自民党元衆議院議員元、えー、秋本司、各、え、個、ー、控訴中が出馬する意向を固めたってもうんかもうむちゃくちゃやんけっていう <laughs> まあまあまあ根性あるよね根性あるよ,よねうん。 だからこれは、えっと、これはだから認めないで保釈されて選挙に出てるんですよね。同じようなパターンを小池漁港が言って、それで東京都知事当選みたいな。でもそこまで行ったらもう、<laughs> あのー。トランプクラスですね。いやいや、閣営クラスです。閣 <laughs> 営クラスです。はい、もう。敬語直 時計直22万票ってやつねしかも、どんな事件かっていうと、ロッキーの事件ですからね。<laughs> <う>ロッキーの事件 <laughs> 当時の三億ですか今っいったいくらだよ。ロッキーの事件って構想中じゃなくて、実刑判決くらった後に選挙に出て当選。22万票ですよね。指導された、最多多得票かなんかでしたら、ね、抽選局の。いやもう、バケモンか、お前はって。<laughs> バケモンです。ですただ、あの、<laughs> でも<た>田中角栄はあのほら吹きなんですよ基本的にでほら吹きなんだけどそれを実現してみせて実際にかつ人情とかつながりとかも全部あったからこれができたんですよ。うんうん、小池子は風船でよ、ね、ほらしか,吹かねえよあいつ仲間は裏切るもんなんですよ。 つな、うん、がってんのはあのアラブ関係者で、ね、エジプト関係者だけはまあエジプトアラブ共和国だっけ正式名称は今これで通ったらもうまあ日本脱出を考えなければすごいですねもう最強の風船 <laughs> 絶対に割れない風船みたいないやでもどこかで割れるよ風船はねはだって 嘘にも誠にも実があったけど、小池百合子はすべてが今日です。いやすごいですね。うん、あのフリップ芸だけでこうできてるからね。うん、いやー、バケモンやー、バケモンすぎる。そう今でも時代を感じますね。昭和、うん、の頃にはさすがに嘘にも誠にも中身が言ったけど、うん、令和になるともういらない,いな。いらんな。風船 <laughs> だけでいい。まああのー 通貨がそうなっっちゃってますから、ね、そうそうビットコインがね、うん、ビットコインだけじゃなくていやもう日本円もドルも,も、ね、あんなに膨張したらおかしいやろっていう話なんですけど <laughs> もうなんか OK ーなっちゃってるし、うんうん、まあそう考えると基本的にはあの人間が信じるストーリーというのに実態というのがもうほとんどいらなくなってきたというのがですね <laughs>、うん、あのプラザ5以降のセントラルバンキズムの膨張でありとかっていう話にしちゃいますい,やもういいいやもうですよ <laughs> アイドル,アイドル <laughs> アイドルというのが、昔はだったから、そのなんかなんかの芸があってで、芸能界でこう有名になって売れる。みたいな。ですけど、アイドルというシステムはさ、うん、アイドルであるっていうことによって売れるっていうね。うんうん、なんであの人売れてんのかなっていうんだけども、売れるっていう。そういう違いがありましたよね。そのこれはもうしょすでに昭和で起きてたわけだけど。うんうん、でも、それ、そのシステムが、 この政治の世界まで及んできたってことですかね。まあねえ、うん、そのだって、何かの理由なんていうのは、まあ、例えばだから、歌が上手いとかね、芝居が上手いとかいうことを言ったらさ、歌が上手い人、芝居の上手い人は同じぐらいの人は何本でもいるわけある人だけがばーってくれる。っていう現象。うん、でも、一応その人には芸があるわけ でも、だから、そのでも売れるのとは関係ないよね。バーンってなったらええやってことに気づいたのが、だから、まあ20世紀終わりの方の経営のっていうシステムで、うん、その最大の成功者がジャニーズ事務所なわけですけど。うんうんうん、まあね。うう感じ、でも、それもついに爆発しましたからね。声響力もついに爆発のが爆が。爆発 小池百合子逮捕されたらちょっとね、YouTube、ちょっと盛り上がりますね。盛り上がっちゃうね。<laughs> ずっと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 言い続けてますから。<laughs> うん <coughs> もうちょっと。ちょっとそのリアリティ出てきましたね、少しね。いやー、嘘が勝っちゃうかないや、まあね、あのー、これあのー、野村克也の奥さんの、 小村幸男さんっていう方が選挙落ちて落ちて、落ちたんだよ学歴詐称の時はあのその例の若狭勝さんが捜査したらしいんですその時に不起訴にしたんだけど、なんでかって言ったら、あんま関係なかったよねっていう、なんとか大学、アメリカのなんとか大学卒業とかいうのと投票行動にはあんまり関係なかったよね、だから、起訴するのはあれかなっていう感じだったらしいんです コロンビア大学です。あコロンビア大学。コロンビア大学って、うん、大,大きく出ましたね。だいぶ出た。<laughs> <laughs> ハーバード大学あじゃじゃじゃなんかカルフリフォルニア大学リバーサイド校とか水原一品みたいな感じにしときゃよかった、ね。コロンビア大学大きく出たら。<laughs> でまあしかも認めてたですね。そうん、でしたっ,って。うん、でも認めないで突っ張っていて、かつずっとやってて。 でやっぱり影響ゼロではなかったよ、やっぱり。カイ、うん、大学卒っていう肩書きを振りますのは、もちろんだからさ、うん、この間の選挙でどのぐらい、ね、その小池さんに入れたかっていう人、うち海イ大学卒だっていう人で影響されてたそんな多くなかったかもしれないけど、うん、でもその20年、30年にわたってずっと使ってきたわけで,、うん、で、その時にやっぱりイメージとして、私もそうでした。の海イ大学卒、へーっとか、 そういうタイプの人が政治家でも、日本自民党とかにもいるんだとか思って、20年ぐらい前かな。一度、10年ぐらい前一度お会いしたことがあるんですけど、あの、環境,環境大臣になったときに。<ー>その時になんか、へ、えー、そういう人なんだっていうイメージは持ちましたよ。んだ影響がなかったのかっていうと、その、ただやばい人だと思ったけど、えー、そうじゃないのかもって、やっぱり一瞬思ったので。うんうん あったと思うんですよ、ね、影響がなるほどね。まあ直接お会いしたらそれはもうすごかったですけどねそのうわわわわわわ <laughs> いう感じの。いやもう結物ですよ <laughs> あれに。<laughs> 結物でしたねやっぱね。あ間違いないよ。うん、いやでもジャニー幻想が破裂したという意味ではまあ、ジャニーズと宝塚が壊れたじゃないですか本、うん、ンそうですね。うん、でもまあ活動は続いていくかね。うんうん だけど結構ダメージ受けてますよ。結構受けてますね、うん。政治家が結構ダメージっったら落ちますからね。うん、落ちたらもうたまる人やからね。ファ、うん、ンはね変わらんけどね。まあ、芸能活動っていうのは多少落ちたって,て、まあ。あと何より、裏金問題で国民が怒るというですね。ちょっと信じられない事態、えー。裏金ぐらいもらってるってお前知ってて自民党応援してたんちゃうん俺 <laughs> これすごい。 だ田中角栄が裏金を1円ももらってないとか思ってる人いなかったじゃないいや、それ1円ももらってないで、あんな目白に5点できるわけないでしょっしかもロッキーな有罪判決、実刑は食らっても22万部入れていって、うんそ時で、そのとそに新潟3区のさ、うん、有権者の方に、うん、田中角栄さんが裏金をもらっていたと思いますか、うん、えそういう不正なお金を1円も手にしていないと信じておられますかってっそんなこと信じるわけないやろって全員言ったよね。うん だけどねっさんは頑張ったじゃないかっていう実績であと何より人たらしやったからあの人ええ人やからっていう,そう小池合子は仲間を裏切って実績ないしすごいね、まあ。というわけで、えー、これ A さんが出てくるのかそしてどんな証拠を持ってくるのかうん。 だって A さんの持ってる証拠やばいよ。何しろ。<laughs> りりメールでやりり、メールしてる。ってかさ、そこにびっくりしたんですけど、メールでやってんねやと思って。まあ、あの、正直、<laughs> こういうのはすべて電話でやりとりしないと。<laughs> <こう S 2> なんちゅうか、<laughs> ここそこら辺ちょっと小池よりこう、甘いですよね。えび,びっくりしましたよ。<あ>一番にびっくりしたポイントはそこですわ、大<の><私>まあ、そうね。 あのメール、いや、なんつうか、内緒の話とか悪事は実際にあって、そうそう、電話でもよくないですよ、録音されてるかれないでらね、うん、誰が聞いてるかもわからない。もしデジタルデータのやり取りしたいんやったら、まあ、そのエンドツーエンドで、えーうん、やられてるやつで、かつ、 何分か経つと消滅するっていう。そうそうそういうやつうそういうやつでやらないと。メールはやばいな。どうメールかー。俺ねメールでやってあるんですよね。まあそこら辺やっぱ小池さんさすがに I T の知識はそこまでなかったのかな。ていうかやっぱりなめてんですよ。だって、あ<ー>だってさ卒業証明書あれでいいえ卒業証書あれでいいと思ってるんですからね。キュッキュッて出してた。<laughs> <laughs> これなんかこ頭にブサーって思えばいいけど、うん、こう頭にこうブサーってこうピンが刺さってるやつでいいと思ってるわけですから、まあ、とりあえずあの今回あの小島さんと A さんが石井幸喜さんのように急に事故でお亡くなりになるとそれはないと思うけどななんで心配してるかって<分>カイロ大学って軍部が掌握してるからねさすがに日本まで来てやるいやーどうなんやろうカイロ大学 うーんまあ、ちなみにあのサダム・フセインとアラファト議長をどちらも出したというかもうよう分からん大学っていうイメですけど <laughs>、うん、すごいよねサダム・フセインアラファト小池百合子ですからね自分もうなんか濃いなみたいな濃い濃すぎるまあちゅうわけでこれはだいぶですねただあの小池百合子のカイロ大学の卒業証書は、まあ、もう120%ト嘘なんですよ、うん、なんですけど カイロ大学は卒業してますかって聞いたらね多分してますって言ってくれるんですよだよだってそのサダムフセインがそうでしょ、うん、そうですただサダムフセインは <laughs> あの卒業してなかったけどもいろいろ活躍したからカイロ大学が公式に卒業してますっていうのは後から出したんですよ 小池百合子は違って、海老、うんね、大学から言われてもいねえのに、私、首席卒業よとかって言って、<laughs> で、えー、って海老大学が驚いてたと思ったら、なんか ODA、e、でいっぱい金もらえるし、ま、卒業って方ったら、いっかっていう。サダム・フ以上の結物ですよ、小池。すごいっす、ね。サダム・フはちゃんとほなんか2年で中退したって本に書いてあるそうなので、うん、すげえな。すげえだから、うん やばいなぁ。まとはいえ、とはいえ、それ。まあ、さすがに抹殺されることはないか。うん、はい、そうしたらやっぱりちょっと楽しみですね。A、で、A さんが出てきて、うんで、小島さんが刑事告発して、うん、A さんはそれで取り調べられると。うん、で、取り調べられて、当然、すべて、ま、うん、しくお話になって、持ってるものを全部出すと。うん で検察がどいやこれで検察がもし動かんかったら、うん、ええー、ちょっとまた木原政治みたいなパターン<笑><笑>だからさだから文藝春秋が<う>あの頑張って文春だけ頑張ってほんでなんか一つきまわさっあたら木原問題見られるな」って思ってたら <laughs> なんかこんなに取り上げてるのうちだけだったっていう <laughs>。 文 <laughs> 春とうちが頑張ってたっていう <laughs> あのパターンですかねたい <laughs> でうそういうメディア何にも取り上げてへんなマスコミがあっていう <laughs> そっくり雰囲気はよく似てますねもうちょっとでもちょっと木原よりはやってじゃまだ隠れてたもんうん、小池梨花はもう堂々堂々としてます堂々す <laughs> 払える意味ですごいねーまあでもついにお縄かと う <laughs> いうことで、えー、そろそろですね、ちょっと私、<coughs> 喉の調子が <laughs> 悪くなってまいりまして。もうね、皆、はい、さん疲れた。いろいろ疲れまして、うん。なんで、あの、おしまい、今日は。<laughs> 今日はま <laughs> ちょっとね A さんのねあのー、発言気になるな、うん、気になりますね A さんはどうなるか、ね、何げに小島さん爆弾潜ましてきたじゃないですかちょっとさすがですね<ー>あのいきなり A さんから言ったらさ<ー>それだけで終わりになるじゃないですか、うん、だからまず自分が出て、うん、A さんは後からに取ってあったんですねいやすごいなあ官僚やしねまあ元官僚だし 世の中どうでになってるかよくご存知ですよねいや素晴らしい小島さん <laughs> ただ最後に言っておくと計らずとも隠蔽工作に加担してしまったって言ってるけどいやちょっとくらい気づきブーバーでいくらなんでもそれはちょっと苦しいけどまあいいよこういけね、はい、やこばいいなみなどう見てもあなたのような人知,知性が溢れる人があの人見てなんかこの人はカールダム卒業卒業すべ卒業だと思うとしたらちょっとその驚きですけどね ちょっとねそこは引っかかるところですけど、うん、まあどうでもいいですわ。いいでしょう。はい、それはもうどうでもいいことです。というわけで、ちょっと。りました、ねうんそして、ひと満き万冊。森喜朗と小池百合子がもし逮捕されるような事態になればですね、うん、日本は変わると思います。変わ、うん、りますね。それは変わりますね。いい方向にかどうか知らんが。うんうん、岸田なんか、岸田なんか、正直。 小物ですからね、うんうん、楽しみですね。ということで、えー、本日はですねあの4月の17日に小島さんの記者会見ね終わった後にこの動画を撮っているんで、えー、4月の18日公開予定なんですけども、まあ、一体何が起こるのかと、うん、いうことなんですが、まあ、ちょっと最後にちょっと皆さんに質問があります。今ねイイスイスララエエルル大大変変ななんんでですすよよ でイランとイスラエル大変なことになってるんですよ。知っていうのが質問1。2番目、なんかあの、戦争になったらどう思います皆さんどうも。あんま興味なかったらもう興味ないですって書いてるんですけど、はいただいて、ちょっとね、私あの、もうまさに緊張感を持って注意してるっつうの。<laughs> だからね。 の構造的変化ってっこうよくが起きてんじゃねえかっていう感じが必し人です。というわけであのー、ちょっと最後に全く関係ない話題を言ってすいませんでしたということで今日は私はジャニーあちなみに私滋賀県立大学卒業って言ってるんですけど、うん、そういやね卒業しようし一回見たことないですね私 <laughs> 多分実家に置いてあると思うんですよ。なんでかっていうと 私、うん、卒業式もうすでに働いてたからその時間作って行ったんですよ<ー>そしたらなんと清水さんの卒業証書あなたは卒業で嘘みたいな話なんですか本当んしの話ゼミの先生がねあのも,もらうたびにこう卒業証書一応って言って言われるじゃないですかで座ってたんですよ呼ばれなかったの俺 <laughs> えっってびっくりするじゃんお<う>そしたらゼミの先生が梅原ってやつなんですけどね あの梅原といえば日本文学仏教師の大学者、うんうん、梅原さんの、まあ、息子さんなんですけどあ<ー>、うん、その人がやっててーーーでそうそう兄弟系ですから滋賀県立大学は<ー>で「ごめんな清水君が卒業すると思ってなかって作ったへんかったんや」って「<laughs> ええ!」って「まあでも仕事忙しいんで東京で働きますから帰ります」って滋賀県に乗って帰って。 <laughs> でその後「取りに来てください」って言われたんですよ卒業証書。で俺東京で働いてると無理やからって言ったら「<え>ダメです規則です取りに来てください」って。うん、で,って半,年で半年ぐらい経ったら母親から怒りの電話がかかってきたんですよ「<laughs> どうしたんお母さん」っつったら「<laughs> 失礼な話やけどあんたの地下系列大学から着払いで卒業証書届いた」っつって。<laughs> でそれがもう20年くらい前でして <laughs> 見てないわけですね見てないんですよ多分実家にあると思いますなるほどだから私卒業証書出せって言われたらこういう経から出せないかもしれない <laughs> 学域って書いてあるどうしよう いやー、安富さんは大丈夫ですか京都大学の卒業証書。うももらった一1回読みましたよ。あの筒に入れて持って帰ってそ,<の>それからどこ行ったかわからないけど。あ、やばいじゃないか,か。どっかにあると思います、どっかに。東京大学元教授の学歴参照とかだったらどうますかと <laughs> <laughs> いわけで、殺害すらないだろうと思いますけど、えー、皆さんも卒業証書はちゃんと保管しといた方がいいね。はい。楽に入れてもいいらしいですかね。に入れても、どうでもいいわ、<laughs> 卒業証書とか。はい、じゃあねー。